くそ、面倒なことになったな。控えめな言い方で、まずは手がかりを調べて、どうしてこんなことになったか突き止めないと。その暇はない。犯人がいる場所は分かってる。待って、正気なの？事の真相を調べる前に人を殺すつもり？好きなだけ調べろ。その間に一族の恥をすすいでくる。ちょっと、族長たちは聞く耳を持たない。英雄ぶるのはやめて少しは考えて。名誉がかかってる。猶予はない。聞いてるの？誰かがクマを中に入れた。それが誰かを知る必要がある。そして答えはこの部屋のどこかにあるの。ヤルマールと一緒に行く。どこへかはわからんがな。お前は俺と同類だと思ってたよ。俺は残り、この場を収めよう。癒して及び個人を遺族へ引き渡す。白狼よ、感謝する。これなら行く。急ぐぞ。よし、着いたぞ。それで何をするのか説明してくれ。俺がやり合ってた荒っぽい奴らを覚えてるか？ビルドカールだ。そういえばそんな名前の奴らについて話していたな。ここが奴らの村、フォルナラだ。クマに変わったのはあいつらだ。狂戦士の伝説のようにな。この目で見た。俺だけかもしれん。皆若きルゴスに目を取られてたからな。あいつは樽一杯のビールを一気に飲めるといい、やり遂げる寸前だった。ビルドカールについて他に知っていることは？奴らはどの一族にも属さない。妻も子も持たない。どうやって繁殖してるんだ？分裂か？いや、戦いに命を捧げる者たちがここに来て仲間に入る。夏の間は狩りをしたり船を襲う。冬が来ると洞窟で眠る、クマと一緒に。そういう噂だ。その噂以上のような気がするな。なぜ早く言わなかった？あの時みんなの前で。みんなが話し始めたからだ。質問、口論。一族の恥を拭い去るのは言葉じゃない、行動だ。次はどうする？我々はビルドカールを宴会に招き、食べ物や飲み物を与えた。奴らはそれに対して我々の血を流した。だから今度は奴らに血を流させる。単純明快な計画、俺好みだ。そこがお前のいいところだ。来い白狼、銀融詩人が熊どもへの報復を歌にするだろう。誰もいない。感づいて逃げたのか。妙だな。話を聞く限り戦いを恐れるような連中ではなさそうだな。見ろ、あそこ。あれは死体じゃないか？うん、確かめるとしよう。俺の知らないスケリッジの監修か？もしそうなら俺にも初耳だ。服だな、6人分か。あざだらけの体、拳はすりむけてる。死ぬまで素手で戦ったのか？何らかの試練か？おそらくそれがとんでもなく残忍な娯楽だ。こいつはビルドカールには見えない。古い祭壇、ルーン文字が彫られている。この記号はわかる。我々の祖先の言葉だ。スバルブロド。しまった。なんだ、それは名前か？ああ、崇拝が禁じられた神だ。祭壇は何年も前に全て破壊された。司祭たちは縛られ、帆のない船に投げ込まれ、海へと流された。この神は糾弾されるようなことでも？神がか？何も。だが信者がスケリッチを血の海に沈ませかけた。つまりスバルブロードには捧げ物がいるんだ。人間の生贄がな。剣を用意しろ、ウィッチャー。妙な匂いだ。コウに似ている。ウィッチャーも似たような餌を使う。何の餌だ？クマだ。いやはや、猟犬みたいな嗅覚だな。猟犬以上だ。ついてこい。
体中負傷してる。だが失血死ではないな。誰かが首を折ってとどめを刺した。一体何が起きてる。人間の頭皮、悪趣味な装飾だ。乾燥キノコ、しびれたけだろう。ゲラルト、調査はそのくらいにしておけ。オード、タンジン、大勢、入れ墨の占領だ。俺が奴らに血の入れ墨を入れてやる。川の敷物の下に落とし戸か。古典的だ。早く開けろ。空気に氷が充満してる。吐きそうだ。まるで…し、聞いたか。下から音がした。やっと…死を求めてきたか。いや、復讐だ。それで答えだ。なぜケイアトロールドを襲った。殺すつもりで宴に行ったわけではない。だがあそこで起きたことを後悔してもいない。どんな群れにも弱者はいる。強く血を持つ者の居場所のため弱者は死なねばならぬ。道中で見つけた遺体のようにか。そうだ。仲間になりたい者は6人で熊の園に入る。仲間にするのは3人だけだ。弱者は命を犠牲として捧げる。そして強者は新たな人生を始める。強き血、何の話をしている。メスのクマとその子供の話をしている。話はもう十分だ。ああ、話ってのは疲れる。これ以上情報を聞き出せそうにない。必要ない。全て明らかだ。血には血を。誰かの命令でやったとは思わないのか。陰謀だった可能性もある。アンクライトには常に敵がいる。いつでも相手になってやる。ビルドカールのようにな。声だ。この先に持っているぞ。いい知らせだ。行こう。
先人はスバルボロド崇拝を禁じた死の痛みによってな。なんだ、どこから。ケイアトロールドからだ。来た理由はわかるはずだ。お前は無関係だ、化け物め。誇りと名誉の問題だからな。クラフの城での出来事に名誉などかけらもなかった。あれは単なる虐殺だ。嫁は聞いても物事は見えんらしい。スケリッチのためにあの血を流したんだ。誇れる王のために。動機はどうでもいい。名前を教えろ。教えるくらいなら死ぬさ。どうした。死を恐れなかった、それは認めよう。手紙だ。どうもビルドカールは利用されただけらしい。このアーティスという名のドルイドが新しい王の相談役になる予定だったようだ。ビルドカールを使って宴席を襲わせたにしては安い報酬だ。署名は誰だ。ない、匿名の書簡だ。そういうことか。この騒動は裏に誰か別の奴がいる。怪しい者は。王座を望む者は多いが、そのためにここまで落ちぶれる者はいない。誰であれまた襲われるかもしれん。こちらも油断はしないさ。どうする。分かったことを族長に伝える。一族の汚名を注げればよいが。行こう、用は済んだ。襲撃したのが奴らだ。ビルドカールだ。あいつらがクマに変わったってのか。子供の頃ウバに怖がらされた強戦士だと。信じられん。変身するのを見たんだ、この目で。フラヤがイノシシにまたがって通り過ぎるのも見たか。妹と同じで役に立たんやつだ。時間の無駄だったようだな。フォルナラへ人を送れ。そうすれば信じる。知ってる、貧しい村だ。何軒か小屋があるだけだろ。スバルブロードの聖堂があった。続けろヤルマオ。続ける。裏切り者を見つけ敵を撃った。それで全てだ。いや、全てではない。ビルドカールには共謀者がいた。死体の一つからこの手紙を見つけた。曖昧ですね。これでは犯人を特定できません。とにかく裏切り者の血は流れた。ヤルマール、お前は敵の血を持って汚名を注いだ。族長の最年長者として一族の名を清める。これにて閉会だ。クマに姿を変える戦士、実在したとは。むしろ逆だ。奴らの変身の儀式を見たが、俺たちの草の試練もあれに比べたらまだマシだ。ビルドカールには処罰が下った。お前とヤルマールのおかげだ。だが本当の敵はまだ自由に闊歩している。スケリッチはこれから困難な時を迎えることだろう。だが何が起きても耐えるのみだ。ゲラルト、礼を言おう。また助けられたな。また気にするな。もはや謙遜はしない。スケリッチは英雄たちの大地だ。これでそのことを思い出してくれ。これからゲディニースへ向かう。族長たちが集まる。王を選ぶ時が来た。どう思う、誰が選ばれる。ついてこい、自分で確かめろ。真偽は誰でも聞くことができる。確かに結果は気になる。ぜひ同席させてくれ。思った通りだ。
では行こう。間に合ったようだ。もう始まってるぞ。誇らしさではち切れそうな様子だな。どうだ白狼よ、他のどの族長があんな子供たちをモテる。妻がこれを見ずに先立ったのが残念だ。ヤルマールはいい王になるだろう。お前があの性格を御することができればな。あいつはもう誰かれ構わず喧嘩を吹っかけるようなことはしない。だがニルフガードが相手なら俺も剣を取って戦おう。王位をかけたあの一件以来もう二度と話すことはないかと心配していた。誰のこと？ヤルマールと私が？おかしなこと言うわね。本気で争っているように見えた。互いに争う立場ではあるけど、血を分けた同胞でもあるのよ、忘れないで。それで悔しさはないのか？もちろん、あそこに立つのにふさわしいのは私だと思う。でも、兄は強くて人を導く力がある。民もついていくはずよ。それに、兄が不相応な地位と権力を振りかざしたら、父に細切りにされるわ。おめでとうと伝えてくれ。ええ。俺が悪いぞ。おめでとう。正直なところ、ブルーボーイルゴスのような野郎を相手に争いたかったが、まあ勝ちは勝ちだ。友よ、ありがとな。次は仲間を集めてニルフガードを攻めるか。まずは黒の軍団を攻撃する。海から攻め込んで奴らを塵に変えてやる。生き延びた奴は足を引きずって必死に南へ撤退するだろう。元気でな、ヤルマール。